よさっかりちゃん、いけたかな。今用意スタートって言われた瞬間言うたんやで。こういうのはほんまは反則やねんで。ん、用意スタートとかいう声をこう切りたいね、みんな。もうチームはでもそれを言う瞬間に言うたったから、もうビクーなってたわ。ビクーなってた。カットできませんやみたいな。僕の声入ったらどうしますのみたいな顔なってたわ。アキラお兄さんや。今日はなんとですね、第2弾の企画ですね、アキラお兄さん流子育て術よっしゃ。アキラお兄さん流子育て術と言いながら、アキラお兄さんのいい思い出を振り返ろうのコーナーみたい。うん、アキラお兄さんが自分の、娘たちと遊んでる、動画を見てもらって、みんなに。で、世のお父さんたちは、あ、こんなことでいいんやって思ってほしいんですよ。うん、子供と遊ぶっていうのはこういうことでいいんだと。で、それ以外の皆さんにはですね、単純にうちの娘たちの笑い声で癒されてほしい。もうね、癒したい。もうやっぱね、子供の笑い声以上に癒しはないから。うん、なるんでね、今日はそれを、みんなで、ね、見ていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。あきらお兄さん、やってあきらお兄さんの自前のパソコンと、あきらお兄さんの自前のイヤホンやで。で、あきらお兄さんの動画を見る。これもう家でやることやで。家でやることをわざわざみんなが見てる前でやるという。じゃあまずは、そうですね、まだね、うちの娘がまだちっちゃかった、まだ全然ちっちゃかった頃ですね、1歳ぐらいですかね、ぐらいの頃の、まあこれの何がおもろいのっていうことなんですけどね、まず見てみましょう、こちら。あれ、シャリン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 、あうん、結局ね、子供の何が好きかって、これ見てもらったら分かると思います。効果音なんですよ。はい、効果音が好き。普通に足を持ってこうやってるだけなんですよ、ね、それにこれをやってるだけなんです。これでこんなにね、ファニーな雰囲気になるというね、もうね、めちゃめちゃ楽勝です。うん、で、これに飽きてきたなと思ったら早送りするっていう。うん、スピードを早めるだけで、それがまた、子供には新鮮になりますから。あ、このノリ飽きてきたなと思ったら早送り、これもう間違いないですから、これぜひやってみてください。はい、さあ続いてのやついきましょう。続いてのやつはね、かくれんぼみたいな、皆さんやると思うんですけど、驚かすときあるじゃないですか、子供はバーみたいな。驚かすときにやっぱみんなちょっとね、遠慮しがち。お父さん特に遠慮しがち。あのね、ほんまにね、ギリギリで本気で驚かしてください。それがやっぱ子供もね、一番、楽しいので。はい、ではちょっとこちらの動画見ていただきましょう。父ちゃんいなくなっちゃったよ。父ちゃんどこ、父ちゃんどこだろう。ガチビビリ、ガチビビリです。ガチビビリしてます。いやいや、すごいビビり方ですよ今の。おー、もうね、あれ、また父ちゃんいないね。今2人はもう元おったところにおると思ってますから。こっちからやってくると、もう廊下の壁に当たりそうなってるからね。え、あ、吸い込まれた。はい、ここでちゃんと仕返しされると。はい、仕返しされます。はい、本気で驚かしに行ってるんですよ、やっぱり。ちゃんとこだ、うん、普通はね、もうちょっとね、あのバーって走ってきたら、もっと手前の方でバーってやってびっくりしたなんですけど、ほんまにもうここまで待ちますからね。ここ来た瞬間にバー、それはもう誰でもビビる、大人でもビビるね。それをね、やっぱ一生懸命やる、うん、これがやっぱりお父さんとしてはできることかな。うん、
さあ続いてのやついきましょう。続いてはですね、お絵かきするやつあるじゃないですか。ピュッてやったらこう消えるみたいな、あの磁石でできてんのかな、うん、あれのやつなんですけど、あれまあ子供がね、普通に描いて遊ぶのが基本ですけど、お父さんがあえてここは描く。リンチュルリンチュル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 、さあ行くぞ、チョロリン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 チョロ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 リンチョロリンチョロリンチョロ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 消す。消したことによってリアクションを取る。それで爆笑。なんて簡単な構造なんやろ。でも皆さんも気になってると思うんですけど、あのメロディー何？チョロリンチョロリンチョロリロリチョロリロリロリ。これ何？何のメロディー？自分でも弾いてる。まあでもね、あきらお兄さんこうやってね、あの絵をね逆さまに描いてたんですよ。ね、自分の方が頭になって子供たちの方が口になるっていう風に顔を描いてたのね。自分だから、ね、逆に描いてたわけよ。じゃあすごいもんでね、これね、まあもう今はね大丈夫になったんですけどね、長女ちゃんも次女ちゃんもね、最初ね顔を逆に描いてた。目が下になるというね。だからこれはこういう危険性もあるから、ね、そこだけ気をつけてください。さあ続いていきましょう。続いてはですね、あの夜中ね、やっぱなかなか寝つけない時って子供はあるんですよ。そんな時にですね、無駄にねこう壺にはまる時があるんですよね。その壺にはまっている、娘、をですね3段階で見ていただきます。はい、じゃあ1つ目いきましょう。こちら何が覚えても全然分かんないですね。今1個目見てもらいましたけども、何か全然分かんない。ただもうずっと爆笑。そりゃあきらお兄さんもそりゃあんな濃厚なハグするよね。うん、もう可愛くてしゃあないねん。じゃあこれの第2弾いきましょう。第2弾ね、これこのターンに関して言うと、もうあきらお兄さんの顔はもうレギュラー西川くんが気絶する時の顔やもんね。うん、完全に、うん、この時の顔をしてるもん。寝かしつけしてて、隣にね次女ちゃんが寝ているので、なるべく声を出さないように、でもご機嫌を取らなあかん、でもご機嫌取りすぎても寝られへんくなるからということで、もう葛藤葛藤に葛藤を繰り返した結果、西川くん三部作の三本目見てみましょう。こちらハハ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 
ですね、自分の娘ですよ、自分の娘がまさかね僕の頬骨だけをいじり出すとは思わないですよね。もうここしか触ってないですからね、いないいないバーわけわかんないですからね。あきらお兄さんはねもう全国のお父さんに言いたい、子供たちはもう壺にはまったら何でも笑う、うん、これがこれでおもろいねんだよね。いやだからもう何も考えずね、子供たちが何かしたことに対して反応するだけでもいいんですよ。それをちょっとオーバーめにやるだけでみんな笑ってくれますし、で寝かしつけの時なんすよ、あんま笑かさんといてってなるんですけど、いや逆にねもうめちゃめちゃ泣くかめちゃめちゃ笑ったらそのまま疲れて寝ていきますんで、だからその時にあんまり声とか大きい声出してしまったり、あとは映像を見せてしまったりするとやっぱ寝るのちょっと遅れたりするんですけど、あくまであれ自己完結していることなので、だからそれは大丈夫ですから、皆さんこういう風にあの寝かしつけの時に静かになるべく静かに笑いをとって、まあ、順調に寝てもらえるようにしましょう。さあというわけでですね、いやー癒されたね、うん癒されたでしょ、もうあきらお兄さんが一番癒された、えらーやっぱり子供の笑う声えらー、うん、だからね、お父さんお母さんはいっぱい、お子さんのことをね、笑わせて、で子供たちもいっぱい笑って楽しい日々を送ってください。というわけであきらチャンネルでした。バイーン、言うの忘れてたで、バイーン、けん玉じゃんけんじゃーん、けん玉じゃんけんじゃん。